本日はニューバランスの最新サッカースパイク442 Pro V2 ですね、こちらの、紹介レビューをしていきたいと思います。それではね、早速入ってきた感想をお伝えしていきたいと思います。まず全体的な履き心地のところですね。サイズ感とか幅感なんですけども、サイズに関しては、一応いつも通りのサイズ感で、僕自身はギリギリいけるかなという感じでした。まあ、ちょっと小さめぐらいですかね。少なくとも大きめのシューズでないのは確かです。標準からやや小さめぐらいのサイズ感です。そして足幅は2種類出てまして、デー幅とツーイー幅、で今回はデー幅を履いております。デー幅タイプはだいたいまあデーイーぐらいですかね。やや細めの方の方が、しっかりフィットするかなと思います。標準からやや広めの方は、ツーイータイプですね。そちらを選んだ方がいいと思います。そして全体的な履き心地なんですけども、ここが前作より大幅にアップデートされてます。薄くて柔らかいカンガルーレザー、そして中速V コーのマイクロファイバーもピタッと足に吸い付くようにフィットするので、全体的にね、本当にフィット、ピタッと吸い付くようにフィットするのが印象的です。全体的に良くなってるんですけども、あえて上げるとすれば、指先のゆとり感、ゆったりとした履き心地、指先がゆっくり使える、ゆったり使えるというところはすごくいいところだと思いますし、加えて脱げにくくなった、かかとが全然ずれなくて脱げにくくなったってところは非常に良くなったところかなというふうに感じました。それではね、他のところも見ていきたいと思います。まずはタッチ感、前足部のボールの触った感じですね、になるんですけども、カンカルレザーの薄くて柔らかな感じが非常に、心地いいものとなっております。本作も基本的にこう特殊な加工というか、まあ、例えば表面にグリップがついてたりとか、すごいクッションが入ってるとか、いったようなサポートの機能はついてないんですけども、カンガルーレザーの柔らかな、まあ、タッチ感ですね、そして繊細さってところは非常に感じやすいものになってたかなと思います。特殊な加工とかはないってお伝えしたんですけども、まあ、別にそんな滑りやすいとかいうふうにも感じなかったです。中足部はマイクロファイバーでできてるんですけども、ここのこうタッチ感、トラップ感っていうのも、かなり薄くて繊細な感触が感じられるものになってたかなと思います。サポート性と、まあ、素足の感覚、どちらも兼ね備えた中足部になってたかなと思います。そして蹴り心地ですね、キックの感触なんですけども、ここもかなり素足に近いような感触かなというふうに思いました。シュータンの部分がマイクロファイバーで、クッションもそんなに入っていないので、甲でボールをしっかりと捉えるような感触、そこはしっかりと分かりやすいかなというふうに感じます。やはり強いグリップとかそういったものはついてないんですけども、まあ、特にストレスなく、シンプルな蹴り心地で、非常に心地よく蹴ることができるようになってました。そして軸足の方ですね、そっちの安定感とかそういったところなんですけども、そちらに関してはまあ許容範囲かなというふうに思います。サッカー部ならまあギリギリいけるかなという感じです。442 Pro 自体がそんなにこうすごいハードなスパイクっていうよりかは、フィット感を重視したスパイクになってますので、ハードユースするっていうよりかは、まあ試合用で使っていただきたいような強度になってたかなというふうに思います。ただまあ蹴るときにその軸足が中でずれちゃって動いちゃってってことは全然ないですし、しっかりと踏ん張れるものにはなってたので、まあそこの辺はある程度は問題ないかなというふうに思います。まあ例えばラグビー部が練習用でガンガン履くとか、サッカー部が人工芝で暑い時期に毎日履くとか、というようなハードユースをされると、まあ少し耐久性的には心配かなというふうには思いますので、なるべくこう試合用で使っていただいた方が機能を発揮しやすいスパイクかなというふうには感じました。ただ蹴り心地自体ですね、そこに関しては本当に全く、ストレスのないものになってましたので、ぜひね、一度履いていただければいいかなというふうに思います。そして走り心地とか、ダッシュ、アジリティとかいうところなんですけども、このダッシュですね、ここすごく良くなってます。前作はちょっとソール、柔らかめのソールであったんですけども、今作薄く軽くなって、しかも程よい反発感があるので非常に走りやすい。その上グリップもね、かなり、しっかり効くようなものになってます。スタッドの構成とか自体はそこまで大きく前作と変わってるわけではないんですけども、まあ、かなりグリップ感としては強くなってる印象を受ける、そんなスパイクになってます。まあ、加えて中足部しっかりとグッと内側にねじれるので、こういったターンとか、切り返す動きにも非常に強くなっているっていうのが本作の特徴かなと思います。でこのグリップに対してアッパー、ギリギリまあサポートできるぐらいのホールド性はあるので、やっぱ試合用として使っていただく分には全然問題ないかなというぐらいの、ホールド感、そしてグリップ感になってるかなと思います。
まあ、少なくとも前作ですね、前作よりは圧倒的に良くなっている。特にこのソールの部分ですね、アッパーも良くなってますけど、ソールもすごく良くなっているので、ここはね本当に体感してほしいところになります。めちゃくちゃ軽いし、グリップしっかり効くし、ターンしやすいし、まあ、この辺はね、本当に、いいところ、すごく長所になってるかなと思います。そしてこれだけ薄くて軽くて、しかもグリップが効くのに突き上げ感ですね、ここが全然ないっていうのがすごいところです。基本的に薄くて軽くてグリップ効かせるようにしていったら、まあ突き上げ感出やすいものなんですが、本作ほとんどないと思います。この日もね結構下地そんなに柔らかくないんですけども、全然感じなかったです。アッパー部分も、まあ、程よいサポートはありますし、指先ですねしっかりと使えるようなゆとりのある設計、そしてこのターンしやすくてグリップも効くし、突き上げもない、しかも適度な反発性もあるアウトソール、しっかり組み合わさってますので、本作の442プロはぜひね一度店頭で試していただきたいスパイクに、仕上がってたかなと、完全リニューアルにふさわしいスパイクになってたかなというふうに思います。それでは総評の方に移っていきたいと思います。442V2 Pro HG ですね、本作非常に良くなってたと思います。前作よりは圧倒的にいいですね。やっぱり前作で感じられてたことって、まあシューズが脱げやすいとか重たいとか、あとは付け荒れがあるとか、そういったところはねどうしてもネックになってたのかなというふうに僕自身は感じてるんですけども、その辺がね全て改善されてます。しっかり脱げないようにフィットするし、軽いし、それでいて突き上げもない、完全にねしっかりと対策されているように感じました。加えて足型をね新しくしていることによって、指先ですねさらに扱いやすくなっている。これで相当ね指先のストレスっていうのは減ってると思います。まあ、他のスパイクと比べてもこの指先前のゆとりっていうのは非常に高いものになってるかなというふうに思います。でアッパー自体は、まあ、前足部柔らかいですし、中足部ホールド感、まあ、ある程度ありつつ素足感強いですし、で後ろはちょっと弱めなんですけど、まあ、その辺はうまく使ってっていう感じにはなるかなというふうに感じてます。この素足の、ね力を殺さないようなアッパーにアウトソールですね、ソールが本当に良くなってます。めちゃくちゃ軽くなった、まあ、これはね本当に店頭で手に持ってもらうだけでもすごく分かるところだと思いますし、屈曲感と反発感のバランスっていうのも非常に良くなってます。まあ、特にこの内にねじれる動きですね、ここがね前作あんまりなかったので、これがしっかり出ているってところも非常にいいところかなというふうに思います。グリップもね、しっかりと効くので、ターンの動きですね、スピードしっかりと出ますし、グリップクッと効くので、滑るってことも少ないと思います。この辺のアウトソール、グリップ、素足感、ターンのしやすさってところ、非常にね、特徴的な、いいソールになったかなというふうに思います。本作前作に比べて非常に、大幅アップデート良くなってますので、ぜひね店頭で一度手に取ってみてください。それではまた次回。